では、ブリーフィングを開始します。本オーダーは、スカイユニオンからの依頼となります。前回のギガント級イモータルの出現を受けて、スカイユニオンでは、これまでイモータルの進行が認められなかった中立区域について、改めて調査をする必要があると判断しました。今回は、スカイユニオン支配域に隣接する中立区域の調査を行います。作戦エリアのマップを転送します。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。ギガント級イモータル。ギガント。神話に登場する巨人族。最高神の男性器から滴り落ちた血によって生まれし種。さしずめ、我らは手に雷を持ちし神といったところか。詩人だな。ところで、君が最初に遭遇したって聞いてるんだけど、どんなやつだった？ほう、それはいい。敵が強大であればある、絶対的正義である我らの力を執行するのに加減する必要がないというのだ。うん、それならそれで調べておかないとかな。知識はないよりあった方がいい。いずれにせよ、イモータルはすべからく駆逐せよ。彼らは人類によって淘汰されるべき種。あの、質問いいですか？どうぞ。ああ、イノセンスの真面目くんか。いたんだな。そりゃいますよ。うちの隊では情報収集は僕の役目ですからね。ご質問をどうぞ。そうだった、そのギガント級について、現時点での記録によれば通常の兵器では歯が立たないということですが、もし遭遇したらどうすれば？前回の遭遇戦で当該区域の広域レーダーと通信用の中継塔が破壊されてしまったため、情報収集は戦闘に参加したアーセナルからの戦闘記録から取得したもののみとなっており、詳細な状況が分かっていません。前回の遭遇時にバレットワークスによる掃討が行われているので、現状付近の領域に同型のイモータルが潜んでいる可能性は低いと思われます。つまり可能性はゼロではないと。その点を考慮して、本オーダーの参加者へスカイユニオンから特殊兵装が貸与されます。今回のオーダーはその兵器の試験運用という意味もあります。ああ、任務の要項にあった追加条件ってそれのことなんですね。そいつなら敵を破壊できるかもってことか。しかし太陽か、もう一声欲しいところだな。もしかしたらその特殊兵装ってのが通用しない可能性もある。テストに使うだけ使って、はいご苦労さんじゃ報われないだろ。僕たち傭兵は命を懸けてるんだぜ。交渉します、少々お待ちを。報酬の引き上げとは、いじましいな、ヒーロー。貴様の兄なら、そのようなことは言うまい。それは認める。僕と違った兄貴は本物のヒーローだからな。どんな敵だって、自分の力で打ち破れる。ただ僕は、兄貴とはやり方が違うんだね。強い武器があるなら、遠慮なく使わせてもらう。感心だな。イモータルを倒すのに必要なものは全て使う。神の子である我らは、彼ら被造物に手段を選ぶ必要はない。我らが正義であるがゆえな。ああ、お金持ちはいいですよね。
お金の力でアーセナルすらオーダーメイド。こっちはみんなで食費のために頑張ってるっていうのに。王子様には引っ込んでいてもらえると助かるんですけど、ダメですか？騎兵らの健闘を祈る。君らが正義の執行者に足る戦いをするなら、私が動く必要はない。その時は私の分の報酬は騎兵らで山分けしたまで。やった約束ですよ。スカイユニオンとの交渉が終わりました。今後の運用データの供出を条件に貸与期間を無期限に延長するそうです。よし、その条件でオーダーを受ける。王子様はどうする？我らの席を断る理由はない。イノセンスも受けます。フェムト粒子の濃度にムラがありますが、短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。来たな、包囲されるなよ。一体ずつは弱くてもまとめてかかってこられると厄介。ルーキー、支給されたミサイルを使えばいい。表示されている数字はロックオン数だ。ロックオンを重ねればまとめて発射できる。噂のルーキーかな。その機体の様子じゃもう童貞は捨てたみたいだな。俺はスティールナイトのデバだ。よろしくな。大輝、任すなよ。君とはブリーフィングであったよな。王子様とイノセンスの真面目君は別エリアの担当だ。残念かもしれないが、生きていればまた組むこともある。王子様、大輝まだ生きてる。いつかあのお高く止まった顔面にかましてやらねえとな。あいつ、僕たちの言ったことなんて全く覚えてないし、殴っても気づかないしね。ちげえね。おっと、ルーキー君にも分かるように説明しなくてな。俺たち傭兵は通常何人かのグループにまとまって行動している。俺たちは解放旅団って呼んでいる。その方がでかいオーダーも受けられるし、物資の融通も効く。知りたくないなら仲間は多い方がいい。バレットワークスとは前に住んだの？あそこは元軍人とか本職の戦争屋が集まっていて、解放旅団の中でかなりの強力だ。目下のところ並み居る解放旅団の中でもトップクラスってやつで、例の王子様はシェルっていう解放旅団の団長なんだ。あそこはちょっと違うっていうか、由緒正しき貴族様ってやつさ。俺たちが義務を負うのならば、貴族はもっと金を出す。兄貴、それを言うなら、庶民が義務を負うのならば、貴族はより多くの義務を負わなければならないんだよ。ま、なんだろうと、オーバルリンクの中ではただの傭兵だ。そして、奴の傭兵としての能力は腹立たしい。並走データの収集が終わりました。オーダー達成確認。帰還シーケンスを実行。指示に従って帰還してください。結局例のデカブツは出なかったか。俺の彼女が欲求不満だそうだ。ま、でもこれでこの並走を無期限で対応してくれるってんだから、よしとしよう。そうだな。じゃあな、ルーキー君、生き残れよ。